クラウディオスプトレマイオス。クラウディオスプトレマイオス。83年頃から168年頃は、数学、天文学、先生学、音楽学、工学、地理学、地図制作学など幅広い分野にわたる業績を残した古代ローマの学者。エジプトのアレクサンドリアで活躍した。アルマゲスト、テトラビブロス、ゲオグラフィアなど。 古代末期から中世を通して、ユーラシア大陸の西半分のいくつかの文明にて、権威となされ、また、これらの文明の宇宙観や世界観に大きな影響を与えた学術書の著者である。英章はトレミー。羊は、現在になっても解明されていない。中世のアラビア語の文献では、エジプト南部に羊を持つ、上エジプトの出身者であるとされていた。また、 中世イスラーム世界の天文学者、地理学者、物理学者がプトレマイオスに言及するときはバトライムースの名で呼ぶことが多い。しかしながら、名前からいくつか類推できることがある。まず、プトレマイオスはギリシア神話に由来するギリシャ人の名である。この名は古代マケドニアの上流階級に一般的な名前で、例えばアレクサンダー大王のヘタイロイの一人、 エジプトのプトレマイオス王朝の始祖の名前がそうである。また、彼を継いだ、同王朝の歴代の王が名乗った名でもある。旧世紀ペルシア文化圏の天文学者が、プトレマイオスが、エジプトの王室の血を引いているかもしれないと書いているが、これはおそらく名前の類似以外の根拠はないであろう。アブー・マーシャルが書いたところによると、アレクサンダー大王に引きられた10人の、エジプト王たちは賢く、 その中の一人に、アルマゲストを表した、剣王プトレマイオスがいるとあり、先生学の章を表した、別の王室の一人が同章、剣王、プトレマイオスの作ということにしたとある。しかしながら、この記述に続けて、先生学の章を表した学識の高いお方が、アルマスともうお下記になったと言われているが、本当のところはわからないと注釈をつけており、王家の一族説が混同の結果であることを、 伺わせるる。ものである現代の研究者は、アブーマーシャルの記述が誤りであるとする。アルマゲストの著者の天文学者が、天文学の先生術的な片割れとして、テトラビブロスを書いたであろうことはもはや疑う血がない。クラウデオス、クラウディウス、クラウディウスは、ローマ人の一般的な能面、種族名の一つであり、プトレマイオスと呼ぶべきであるが、一般的ではない。一方、 ローマ人としては、他に、プラエノーンを持っていたはずであるが、これは不明である。ただ、クラウディオスというノー面は、ローマ皇帝クラウディウスによって与えられた可能性が、高く、ティベリウスというプラエノーンが共に与えられていた、思われる。すなわち、彼のローマ人としての本名は、ティベリウス・クラウディウス・プトレマエウスであった可能性が、指摘されている。以上のことから、 多くの研究者は、プトレマイオスがヘレニズムの影響を強く受けたエジプト人であるという旧来の説に留意しつつ、民族的にはローマ市民権を有したギリシア人であったと結論を受けている。主張、アルマゲストで地球が宇宙の中心にあり、太陽やその他の惑星が地球の周りを回るという天道説を唱えた。 ただし、天道説などはプトレマイオスが初めて唱えたわけではなく、アルマゲストの内容は、アリストテレスやヒッパルコスなど、それ以前の古代ギリシアの天文学の集大成である。非科学におけるエウクレーデスの言論のように、アルマゲストはそれまでの天文学を数学的に体系づけ、実用的な計算法を整理したことで、何世紀もの間天文学の標準的な、 教科書としての地位を得た。この中で、当時火星などの惑星で見られた脚光を星が、終点円という小さな円を描きながら、地球の周りを回転することによって起こると説明し、これによって、天動説の地位を守った。天体観測の方法や、天体の軌道計算、太陽までの距離やその大きさといった、あらゆる知識を一つにまとめたことが天文学における、 プトレマイオスの業績である。なお、アルマゲストの本来の署名はギリシャ語で、マシュマティック・シンタクシス、マセマティカル・トリートス、数学全書である。通称として、H.E. ミガーレイ・シンタクシス、ザグレート・トリートス、大全書が用いられており、アラビア語に翻訳された際についた、定換 CAL が、ラテン語に再翻訳された時にもそのまま残り、シンタクシスが省略されて、アルマゲスト、 サグレイテスト最大になった。このことからもわかるように、アルマゲストは当時は数学書として扱われており、球面幾何学など最先端の数学的な内容を含んでいた。他に、原伝していないが、平行線高順に関する著書もあったと推定されている。エウクレイデスの言論の第1巻にプロクロスが付けた注釈の中にプトレマイオスの著書に対する言及があること。 その根拠である。なお、プトレマイオスは、著作を古代ギリシア語で表しており、に一挙した可能性がある。19世紀になり、プトレマイオスの観測結果を再調査した、天文学者らは、結果の中にある誤差を発見。古代天文学と比べても、観測地点や観測時間が間違っているなどミスの多いものだった。カルフォルニア大学サンデー語校の天文学者。 デニス・ローリンズは、プトレマイオスが言ったとされる、天体観測は、プトレマイオス観測以前のロードス島、古代ギリシア天文学者、ヒッパルコス、BC190 年、BC120 年の観測を丸ごと投用したものであると指摘している。著書、ゲオグラフィアに収められている地図は、世界で初めて経緯線を用いたものであり。 古代の人々の地理に関する知識を修正したものである。しかしながら、天文観測等のデータがあまり正確なものではなく、地球の周長を実際の七割ほどの大きさと計算している。この地図は、約千年後の大航海時代にも影響を及ぼし、クリストファー・コロンブスは、東よりも西方に航海した方がアジアへは近道であると考えて、アメリカ大陸を発見することになる。 プトレマイオスの著書、テトラビブロス、テトラビブロス、4つの書は、西洋先生術の古典として知られている。本書がもたらした、権威ゆえにプトレマイオスは、ルネサンス期ヨーロッパの先生術史学者から、最も神聖なるプトレマイオスと呼ばれることとなった。テトラビブロスの現代は、影響である。プトレマイオスは、本書を通して、常に変化する、星々の位置が、 世界にもたらす、影響について説明、ロゴスを与えることを意図した。星々の位置は、地球、太陽、月、惑星、精神の運動により常に変化する。この運動については、前著、アルマゲストにおいて、数学を道具として用いて論じた。これに対して、星々の位置の影響について論じる、テトラビブロスにおいては、哲学を道具として用いて論じた。このように、 アルマゲストを第一部とした場合、テトラビブロスは第二部に相当する。音楽については、音程を二つの音の数比で表すピュタゴラス派の方法論を批判的に継承した。定性的な方法を示した古典期のアリストクセノスのハルモニア言論を、新ピュタゴラス派、ピュタゴス派の伝統は、紀元前4世紀の末に一度途切れているの立場から、通列に批判し、 独自の見解を提起したハルモニア論全三巻を表した。ハルモニア論第一巻冒頭では、ハルモニアの判別者について述べている。判別者は質量としての聴覚と行奏としての理性の二者で、あるとして聴覚と理性により、ハルモニアが調和であることが別可能となる。その上で、調和音程をどのように定めるかというピュタゴラス以後、 古代ギリシア世界で考えられてきた問題を論じる。ピュタゴラス及びその教団は、万物の根源は数であると考え、特に総和が十となる一、二、三、四の四つの数を神聖しし、学音の音律もこのテトラクティウスに基づく数比により設定したピュタゴラ音律。これに対し、古代ギリシア思想の古典記に登場したアリストクセノス。 は、最初はピタゴラス派の教説に学んだものの飽き足らず、アリストテレスの学説を学んだ人物であるが、完全四度の音程の間に設定する二つの学音を定めるにあたって、完全四度の音程が、完全五度と完全四度の音程の差を単位音程、とのすとして、単位音程に個半であるとした。つまり、数比を徹底的に用いる方法によらず、 聴覚に従った定性的な方法を示した。プトレマイオスの時代から見て500年前の説であるが、ハルモニア論によると徐々に紀元2世紀頃のアレクサドリアの若い世代に広まっていたとされる。これに対してプトレマイオスは、アルキュタスやら、ピュタゴラス派の先人の説を批判的に継承しつつ数比を用いた音律を示し、これが聴覚にも、 調和として判別されることを説いてアリストクセノス派に反論した。ハルモニア論第2巻では主に第1巻の論章で得られた音律に基づく先方について述べられている。続く第3回後半でフトレマイオスは死すべきものどもその中でもとりわけ人間が判別するハルモニアを論じることから離れて完全になる。 調和の世界である天井の世界で奏でられている調和の音楽を解き明かそうとする。しかしながら、現地手する筆者本は中途半端なところで切れており、これについてはテキストが散逸したと見る説と未完成であると見る説とがある。また、そもそも第三巻後半部自体が偽作であるという説もある。当該箇所は三、四世紀には早くも一度散逸しており、十四世紀に ビザンチンの学者が再発見して補填したとされる。新作説を取る場合、この部分の筆致の確信に満ちた様子から、ハルモニア論が、アルマゲストや、テトラビブロスを書き上げた後の最晩年の作で、あるという見方もある。ハルモニア論は、執筆後1500年近く経って、ヨハネス・ケプラーが読んだことによって、思いがけなく科学史に影響を及ぼすこととなった。 ケプラーはプトレマイオスがを解き明かしていると考えられる。第三巻の三逸した章の復元を試みるうちに、数々の重要な発見へと至る道を見つけた。プトレマイオスの著書、工学は、質の良くないアラビア語への翻訳と、そのアラビア語訳版からラテン語へ翻訳した写本、二十冊のみが伝わるのみである。アラビア語からラテン語への翻訳はにより百五十四年頃に、 なされた。光学の中でプトレマイオスは光の性質として反射、屈折、色彩があると書いている。プトレマイオスの研究は光について古代になされた研究においては重要で、長いイブンハイサムの光学理論に影響を与えている。光学には空気から水に入射する光の屈折率に関する最古の表が載っている。この表に記載された数値はかつては 実験により得られた数値だとして商用されてきたものであるが実際には入射角60度の場合の数値を除いて計算方法の進歩によりもたらされたもののようである。工学は知覚または認識論に関する最初期の研究史においても重要である。プトレマイオスは数学、哲学、物理学において先人が積み上げてきた知見を組み合わせた。プトレマイオスは 物の見え方について、デシャから入社、理論をとった。これは、目の内部を頂点として、円錐状に広がる光線が、目から出刺しており、円錐の底面までが物の見える範囲であるとするもで、ある。光線は、感度が良く、対象物との距離及び方向を見ているものの知性に、伝える。対象物の大きさと、形は、目において、対象物に対する視覚と、 伝えられた距離及び方向とが組み合わされる子によって捉えられるようになる。この理論は対象物との距離の落ちこちによって物の形は変わらないが近くされる見かけの大きさが変わるという現象を説明する理論であって対象物の絶対的な大きさが変わってしまうのではないとする主張の一つである。この主張はストア派により指示されていた。プトレマイオスは焦度、色彩、大きさ。 形、動き、両眼視に関する多くの現象に対して説明を加えている。また、作詞についても物理学的または工学的な要因によるものと認識論的な要因によるものとに分けて考えた。太陽や月が地平線近くにあると見かけの大きさが大きく見えるという作詞現象については、空を見上げるのが難しいという原因によるものであると、い、よくわからない説明をしている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。